イメラジオ第3698回、今日は令和4年5月21日土曜日です。時刻は午後4時、横浜港北、曇りの午後となりました。土曜日ですね。朝雨が降ったりして、そんなお天気でしたが、今はやみました。今日は朝とお昼に2コマ、夜に2コマ、4つのオンライン授業、けれど午後4時、夢ラジオの放送です。今日はもう曇っているので走りに行かないお時間ができましたね。さて、3698回目、今回は政府の赤字は国民の黒字は本当か、こんなタイトルでお話ししましょう。政府の赤字は国民の黒字は本当か。この夢ラジオでよく取り上げている新党国盛、その新党国盛の参議院選挙に出るにあたってのキャッチフレーズがこれ、政府の赤字が国民の黒字と。安藤博さんという元衆議院議員、自民党の議員でしたが離党されて、そして今回新党国盛から出馬される。まあ新党国盛といっても、もちろん国会議員経験者はいないし、そしていかにも素人で作ってます感がありありの新しい党、そんな党に議員経験者である安藤さんいらしたわけですから、当然新党国盛としてもその安藤さんを前面に押し立てて、しかも安藤さんといえば自民党の議員時代から MMT 理論を駆使して財務省のプライマリーバランスは嘘っぱちだと、もっと国債は発行していい、もっと財政出動していい、民間に活力がないんだったら政府が率先して財政出動するべきだ、そういう理論でしたね。そして今回のキャッチフレーズとなりました。一体これが本当か、そんな話をしましょう。最初に結論を言っておくと、この夢ラジオではチャンネルさくら主催してらっしゃる水島社長、そして新党国盛については肯定的な物言いが多い、そんなチャンネルではありますが、この政府の赤字が国民の黒字というこれに関してはですね、実は本当かそれと、ちょっとそう言わざるを得ない、賛成はできません、そういう態度だということをお話しておきましょう。 MMT 理論、モダンマニタリーセオリー、現代貨幣理論ですね。この MMT 理論、イメラジオでも何度か取り上げておりますが、経済が回るためにはまず借金がある、誰かが借金をしてこそ経済は回っていく、資本主義社会ではね、そういう理論。そして誰も借金しなくなる社会、これがまずいと。一見誰も借金しなくなる社会って
いいことだと思いませんか？でもそれは個人が消費者金融からお金を借りる、そういう状況を想定して誰も借金しない社会はいい社会。けれど資本主義経済を素直に見た場合、誰かが借金しないと確かに経済は回らない。そして誰かが借金するとき、まずは銀行から借りますね。銀行は預金業務を行い、その預金業務を通じて貸し出しをするとき、そのときにお金が発行される。通貨発行は実は市中銀行がやっている。この理論こそ MMT 理論のコアな部分でしょう。一般的には通貨発行というのは中央銀行がやっていて、そしてその中央銀行が発行する通貨量に従って経済は回っていく、こんな考え方ですが、 MMT 理論ではむしろ通貨が発行というのは語弊のある言い方でしたね。通貨が発生と言っておきましょうか。お金が発生するのは中央銀行の物理的な紙幣発行によってではなく、そうではなくて市中銀行の預金業務によって通貨は発生する、事実上。であるからには借金こそが経済の源なんだ。そして今民間が誰も借金をしなくなった。その理由はいろいろあります。民間企業に内部留保がたまり、もう銀行に頼らなくてもよくなった。あるいは銀行に頼るよりも自分で株式を発行する、あるいは自分で資金を集める。しかも SNS が発達した今、クラウドファンディングというそんな方法で集めることさえ可能です。銀行の役割がどんどん低下しているわけですね。その銀行が預金業務をできない、誰も借金したがらない、それだと経済は回らない。だったら政府が借金しようじゃないか。財務省のプライマリーバランサーをそっぱちだ。この理論には一定の説得力あり、ですからこの夢ラジオでも MMT 理論に関しては割と積極的に取り上げてきましたがですね、やっぱこれ本当なのかと。しかも実際の政治のアリーナにおいてこれを発言した場合、つまり開き直った場合ね、政府は赤字していい、どんどん赤字出していい、それこそが民間の黒字なんだ、これはいいことなんだ、国民にとっては政府が赤字してくれることが大歓迎なんだ、これが実際の政治マターになった場合、どういう印象を国民に与えるでしょうか。もっと赤字して俺たちに回せ、こうですよね。政府はもっと赤字して俺たちに回してくれと。これでは新種の気象は育たない。これでは自分で何かをやってみよう、自分で事業を起こそう、自分で自分の食いぶちは稼ごう、起こらない。そうではなく、早く俺に手当てしてくれ、早く政府が赤字出して給付金を出してくれ、もっと出してくれ、毎月出してくれ。これは一種社会主義です。自分が働かなくていい。毎月の給付金が10万円。景気いい話のように見えて、これは国民に受けますよね。毎月10万円あったら、生きていけますよ。だったら働かなくなるじゃないですか。頑張らなくなるじゃないですか。私たちが
この世の中で頑張るのは追い詰められた時です。私たちがこの世の中で努力し始めるのは背水の陣を敷く時です。私たちがこの世の中で這い上がろうと思うのはライバルが頑張っている時です。競争あってこその資本主義社会なのに、政府の赤字が国民の黒字だったらもっと政府は赤字出して国民に回せ。イメラジオではリバタリアニズムをよく取り上げ、このリバタリアニズムの根本原理は自助ですよ。自分で助ける、自分で立つ、セカンドハンダーにならない。この考え方からすると MMT 理論は経済を分析するときに役に当たっても、それを政治マターとして選挙で問う、このレベルに落とし込んだとき非常に有害なものになる。私はそう思う。競争なきところ進歩なし、競争なきところ幸福なし、競争なきところ人生はない。社会主義はどうでしたか？みんな平等、結果にかかわらずご飯が食べられる。そんな状況が嫌になってベルリンの壁を壊したんですよ。貧富の差があってもいい、格差が出てもいい、いいから自分が頑張った分自分に跳ね返ってくる、そういう社会がいい。ダメなやつはそのダメだった分の報いを受ける、そんな社会がいい。とはいえ残酷な社会であってはダメです。その報いを受けている人も最低限生きていけるような、そういう社会であってほしい。これが要するに最低限の福祉を伴う資本主義社会、こうですね。ダメなお前は死ね、これでは困る。チャンネル桜の討論を見ていても、例えば三橋貴明さんが公務員を減らすっていうのはナンセンスだと、公務員に給料を出して、そのことによってその公務員が消費をして経済が回っていくんだろうと、公務員はもっと増やすべきだ、こんな議論を展開してらっしゃった。あるいはさくらの水島社長自身も窓際にいる働くなくなった中高年も、それを抱えるほどの度量がかつての日本企業にはあった。トラさんだって会社の中にいられたけれど、新自由主義になってそんな窓際族、働けなくなった人、トラさんが会社からいなくなり、みんなが競争にさらされるようになった。これは良くない。水島さんのこんな議論、私は賛成しない。働かなくなった中高年なんか1000万円の給料を出す必要ない。必要ないどころか、本当に働かないんなら企業のそもそもの理念に反するとして解雇してもいいと思うよ。寅さんがいなくなった、いいじゃないか。それで一体寅さんが本当に会社の中にいたらどうなるか。寅さんは映画の中で適当な時期が来たらふっと旅に出てくれるからこそヒーローなのであって、寅さんがいつもいてくれたら困る、そう思いませんか。あばよと言ってコートを肩にかけてかっこよく去ってくれるからこそあの映画も成立する。人情はあっても一定の仕事を長時間できない、責任も取らない、そういう人は
会社に馴染まない。もし新自由主義が競争をもとにした資本主義社会というのを指すんだったら、私は新自由主義に大いに賛成しますよ。かつてはハイエク、新しくはフリードマン、こういった方々が唱えたあの新自由主義、私は大賛成ですよ。それはリバタリアニズムの経済観でもある。私が運転免許の更新で行く横浜の続き区役所、警察署か、続き警察署、そこに行けば働かなくなった中高年がそれでも座っている、そんな状況を見ますよ。警察だからあれは可能なのだ。もうやってくる人に背を向け、仕事とは関係のない何かを読んで、そしてカバンを机の上に置いて早く帰りたいみたいな、そんな態度を示しているあの警察署の職員、警察だから辞めさせることができない、あれが成り立ってんだ。そしてそういったものをやってくるお客の目に触れさせるところに置く、触れさせて客の目に触れない、そんな場所ではもっと多いことでしょう。たまたま警察を挙げていますが、公務員はみんなそうだ。公務員の人はみんな知ってると思うよ。働かないのに給料をもらっているもの。大卒で50代なら1000万円いくんじゃないですか。どうですか、これがいいことでしょうか。何度も言いますが、人の感性が研ぎ澄まされ、そして自分を高めていけるのは競争があるから、そしてこのままだとダメだという危機感があるから。その意味において私はリバタリアニズムを支持するし、そして今回の新党国丸が言っているキャッチフレーズ、政府の赤字が国民の黒字、だから安心しろ、だから政府にもっと赤字出させろ、冗談じゃないと思っています。夢ラジオ3698回、政府の赤字は国民の黒字は本当か、お話ししました。